文法対策 N2 第5週の内容に入ります。覚えてみようではないか。では、授業を始めましょう。1日目、信じがたい。大家好。今天、我们进入日语能力考试新二级语法对策第5周。首先、我们来看第一天的内容、信じがたい、難以相信。そんなひどいこと、できこないよ。いや、彼なら、やりかねない。 那么过分的事情谁会做啊不。他就有可能。まず、覚えられっこないという文句を見ましょう。首先、我们来看、覚えられっこないとい句型設備語、来ないの使い方です。それ主要討論、今日一つ、来ない的用法言葉。設備語、来ないは、動詞のマスケの後について、そうするはずがないという意味を表します。 接尾詞来ない。接续在動詞的マス形の後面、表示、そうするはずがない。不可能如何。这种用法多用于口语、是一种比较强烈的、否定的表达方法。一日でこの本の文法全部なんて、覚えられっこない。ここで言う、覚えられっこないというのは、絶対覚えられない。あるいは、覚えられるはずがないという意味です。 我回来过来，在这里表示绝对记不住，一天时间不可能把这本书的所有的语法都记住。その次、今の実力では試験に受かりっこない。受かりっこないというのはもちろん絶対に受からない、受かるはずがないという意味ですね。受かりっこない在这里表示不可能考上，以现在的水平不可能考上。 とても強い相手だから、どんなに頑張っても、勝ってこない。勝ってこないというのは、勝てるはずがない。不可能获胜。对方の实力太強了。不管怎么努力、也没法获胜。無理だ。そんなこと、彼にはできこない。太勉強了。那个事情、他是不可能做到的。それでは次に。二番目。 言いかねないという文型を見ましょう。次ェシャラかム第カンテ中心、言いかねない。かねないは、動詞のマス形の後について、その可能性がある、あるいは、かもしれないという意味を表します。たら、あるいは、ならと一緒に使うことが多い。また、悪い結果、マイナスの結果について使うことが多いですね。 兼ねない、接触在動詞的マスシンの後面。表示、有这种可能。也许会这样。主要表示一种消极的结果。往与这样的词一起使用。では、例文を見ましょう。そんなひどいことも、あの人なら言いかねない。言いかねないというのは、言うかもしれない。あるいは、言う可能性がある。といった意味ですね。 这里的かねない。可以翻译为有可能会说。也许会说。那么过分的话、要是他的话、倒也有可能说出口。この問題を解決せずに、放っておいたら国際問題になりかねない。なりかねないというのは、なるかもしれない。なる可能性がある。という意味になりますね。这个地方のなりかねない。 翻译为可能会变成有成为国际问题的可能性。放任这个问题不解决的话，也许会变成一个国际性的问题。降雨如果这么少的话，有可能会造成水资源短缺。像摩西多斯米巴秀，我们再来看一个例句彼。他是一个很容易生气的人。特 酒を飲んで怒った時には、人殺しだってやりかねない。特別に喝了酒、发起脾气起来的话说不定年杀人って事に他都做得出来。このまま不規則な生活を続けていったら、病気になりかねない。要是に继续这样不规则的生活的话很有可能会生病。下面、我们来看第三个。三つ目の文法項目です。わかりかねる。この前のかねないと同じように、 かねるも動詞のマスケの後につきます。跟刚才のかねない一样、かねる也接触在動詞のマス形の後面。改まった表現として、そうするのが難しい、そうすることができないという意味を表します。作为一种比较正式的表达方法、它可以表示難宜或者不能这样的意思。主要体现说话人在做具体某件事情的时候感到有困難。 例えば、申し訳ありませんが、私には分かりかねます。不好意思。我很難理解。あるいは、そのようなご依頼は、お引き受けしかねます。这样的拜托、这样的委托、我没法接受。引き受けしかねます。引き受けることができない。引き受けることが難しい。引き受けようがないという意味です。表示、無法接受。没有办法接受。 再比如说，我们经常会说，这个责任我们不能负，我们不能负这个责任。关于工作条件的变更，公司呢进行了说明，但是呢，我怎么也不能接受。我们再来看一个句子，面试试卷では。 どんな質問が出るのかと聞かれたが、そのようなことを聞かれても、ちょっと答えかねます。有人问我、面试的時候会出哪些问题。这种提问呢、我是不便回答的。下面、我们再来看第四个。信じがたい。信じがたいというのは、動詞、信じるの、連用形、つまります形、信じの後に、説明語、がたいをつけて、 構成されたものです。心耳がたい、由、動詞心耳粒のマス形、心耳加上皆微詞、がたい構成。がたい、作为一个皆微詞、是一种形容詞性的皆微詞、表示一种困難。そうするのが難しい、困難を感じる、という意味ですね。表示、在做某式的时候、感到有困難、难以做到。日常よく使われる言葉として、以下のものがあります。 比較常用的、有下面几个。比如说、言い難い、難し很難し理解し難い、難以理解。捨て難い、難以割舌。忘れ難い、難忘では、例文を見ましょう。これは、信じ難い話だが、事実である。这是難以置信的事情、但是呢、它却是个事实。信じ難いというのは、信じられない。 不能相信、难以置信。人が人の命を奪うなんて、許しがたい。許しがたいというのは、許すことができない、許せないという意味ですね。許しがたい表示、不能宽恕、不能原谅。草剑人命的事情、一个人去夺取、去剥夺、另外一个人的生命、这是不能原谅。再比如说、この計画は成功したとは言い難い。 很難说这个计划获得了成功。クラス全員で京都へ行ったことは、私にとって忘れがたい思い出になった。全班同学一起到京都去旅行。对我来说、这是一个很難忘的回憶。ちなみに、設備が硬いの他に,に、憎い、辛いといったものもあります。その使い分けについてですね、 簡単にご紹介をしたいと思いますが、まず、憎いという設備語です。憎いは普通、非意思通しの後について、なかなかそうならないという意味を表します。憎い主要接続在非意志動詞の後面表示、很難怎样。比如说、このペンは書きにくい。这支笔、不好写。再比如说、この木は燃えにくい。 这种木頭不易燃、不我們發現、往,往表達了一種物理的性質、客观的性質。続いて、ずらいという設備語ですが、これも、あの、にくいや、ガタと同じように動詞のマス形の後につきます。下面、我們来看ずらい、這個介尾詞。它同样、跟憎い、ガタ一樣、可以接種在動詞的マス形の後面、表達。 在做某事的时候碰到困难，zurai 主要接续在意志动词的 masu 形的后面，表达在做这件事的时候，说话人他的心理或者生理上有某种困难。比方说，zurai k 很难说出口的事。z u r 在这里和 i 尼克 k 还有一点微妙的不同 i n i k 有可能表达这个句子或者这个词。 很难读，它是一种客观的性质，而伊兹赖更多的是表达说话人在说这个话、说这个事情的时候感到一种困难，可能是因为某种情况不方便说。这是二者的主要的不同，而伊阿代则更多的表达了这个事情是没法说、不可能说的、说不出来的。比如说我们刚才的例句，谁个西达多阿伊阿代。 很難说获得了成功。言下之意就是、这件事根本就没有成功。希望大家在今後、很好的来区分这三个結尾詞的不同。さて皆さん、一緒に練習しましょう。ちょっと練習しようね。練習1、正しい方に丸をつけなさい。1、休まずに長時間運転したら、事故を起こしかねない。 正解は B です。正確答案是 B。事故を起こしかねない。起こすことも可能だ。起こすかもしれないという意味ですね。要是一直不休息、長時間的开车的な、很有可能会造成事故。2番。その要求は受け入れがたいものであった。正解はまた B です。正確答案は B。受け入れがたい。難以接受。不能接受。那个要求。 是無法接受的 3. 放っておいたら彼は自殺しかねなかった正しい答えはまだ B です。正しい答えは仍然是 B。自殺しかねない。自殺するかもしれない。要是放任不管的は、他很有可能就自殺了。4、3歳の子供にそんな難しいことを言っても、わかりこないよ。对一个3歳の孩子说那么難い事情、 他肯定不会懂嘛。わかりっこない。A ですね、正解は。正解答案应该是 A。わかりっこない。わかるはずがない。不可能懂。わかりかねない。他的意思是、有可能会懂。这个地方是不合逻辑的。5。ご予約金の返金はできかねます。正解は A です。正解答案是 A。您的预付款呢、是不能够返还的。それでは、あの、練習2です。下面我们来看、練習2。 6. 車内での携帯電話の使用は乗客同士のトラブルの原因ともなりかねない。在車内使用手机。很有可能是造成旅客之間不快发生冲突的原因。7. いつも嘘ばかり言っている君の話なんか信じられっこない。信じられっこないというのは信じられないという意味ですね。信じられっこない。 不能相信，无所吧，这里一堆的净撒谎。你平时经常撒谎，所以说呢，我不能相信。